白煙通拝見の喝体八方のうち3つをご紹介します。まずは喝脚法、足首を回します。左右交互に20回ずつを目安に回してみてください。次は滑膝法、膝を回します。両方の膝を揃えて右回り、それから左回り、それぞれ行います。横から見た感じです。次は内側から外側へ、内から外へ回していきます。外から内を、内から外、外から内、右回り、左回りという感じです。3つ目は括弧法ですね。股関節を緩めていきます。片足立ちになって右手、左手、それぞれを叩いていきます。